草を振りかざしては愛を探している。今日も見取るべくして掴み取った未来の結末を、旅人は人知らず心にしまい込む。何が本当に大切で目に映るものだけを信じていても、知らない方が良かったと思うことがこの世には渦巻いている。ああ気づかぬふりをして通り、例えば救いの手を差し伸べたら、見えない手と手が繋がったような気がしないかい、ベイベー。それを僕らは優しさって言うんだ、あるいは偽善と呼び、嘆きながら凍えた手を温めるような思いで光を探してる。どうもありがとうございました。